今回は野尻湖にてスモールマウスバスを狙いにやってまいりました。あいにくの雨ですが、水はとっても綺麗です。魚探や仕掛けなどいろいろなセッティングが終わったら釣り開始です。仕掛けはネコリグでいきたいと思います。よし、初野尻湖入魂しちゃうぞ。にしても雨に濡れて気温は16度、とっても寒いです。サブタン。長野県はやっぱりこの時期寒いんですね。初めてのフィールドなので Google マップで自分の位置を確認しつつ回っています。回ってきている場所は水道局ワンド付近で、導水管が伸びていたり硬い岩で覆われたブレイクがあったりする場所です。風が岸向きに吹いていていい感じですね。ネコリグを岸に向かって投げてそこまで落としたら、エレキを後ろ向きに軽く踏んで少しずつ下がりながらブレイクをゆっくり落としていきます。バランスを崩すとボートが変な方向を向いちゃって、また体勢を立て直すのが大変です。足元にある魚探で水深と地形の変化を確認しながらボートを動かしています。ワームがボート近くまで近づいてきましたが、ボートの真下の地形がなんかいい感じにゴンと下がっていたので、竿をこっち側にして真下を探ります。ヒット！
か。綺麗な虎柄の野尻湖スモールマウスバス初ゲットです。そして大きさは 40.5cm でした。やったね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。